モジェンヌさんをお願いしますって言っといたんで。まだ甲子園だよな、見せてくれよ。あなたのハートにベネト・レイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2023年9月30日土曜日、明治安田生命 J2 リーグ第37節、藤枝摩 FC 対清水エスパルスの試合でございます。とにもかくにもまず最初に前節の動画なんですけども、これは完全に僕のミスなんですけども、ちょっとね出せなくなってしまいまして、本当に楽しみにしていてくださった方、少なくとも今現時点でチャンネル登録していただいている8130名の方は楽しみにしていてくださったと思いますので、本当に申し訳ございませんでした。その分これからも楽しい動画作りを心がけてまいりますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。でですね、本日ついに静岡三国決戦の日でございます。まあ状況的にも重要な試合ですけども、まあ相手がね同じ県内の藤枝さんということで、いやがおにも気合が入るわけなんですけども、まあもちろんね藤枝さんとライバル同士いい試合をしたいっていうのはもちろん本当にもちろんあるんですけども、本当に今日というか今日を入れて残り6節ですか、結果がただただ結果が求められる試合になると思いますので、特に今日と次節のジュビロ磐田戦、本当にもういい試合じゃなくていいです。結果を勝利を、勝ち点3を望みます。内容があるに越したことはないんですけども、とにかく結果を皆さん本当に同じ思いかと思いますけども、いい結果が得られるようこれから藤枝に向かって全力で応援していきたいと思います。で今ですね、静岡県焼津市内の某所なんですけども、見る人が見たらちょっと分かっちゃうんですけど、この辺りで車で拾っていただけるということで少々待ちたいと思います。本当は自宅の車で自分で運転していけたらいいんですけども、これもね前節の動画でちょっと触れてるんですけども、私リベロなんと運転免許を気づかない間に失効しておりまして、本当にその間車一切運転してない、もう3年ぐらい運転してないので大丈夫なんですけども、1年半ぐらいかな失効してまして、本当情けない、なんでこんなことになったんだろうって感じなんですけども、でもね更新はがきとか来なかったんですよね。住所の書き換えとかでちょっと手違いがあったのかわかんないんですけども、法的に運転ができない状態です。なので乗せていってくださるというね、皆さんのお言葉に甘えていつもありがとうございます。皆さん本当にちょっと待ちたいと思います。ちょっとだけ時間がありそうなので僕の母校でもお見せしましょうかな。その前にここに見えるのが僕が昔じいちゃんに連れられてよく行った床屋さんです。その時は常に坊主でしたね。坊主かスポーツ狩りかな。こちらが勝手に入るわけにはいかないのでね、フェンスの外からですけど、僕の出身の小学校焼津南小学校でございます。このグラウンドでサッカーをしたりしなかったりしたわけです。あ、猫がいるお、すげえ木に登ってる。どうした、何がしたいんだお隣ですね、あちらがなんですけども、あちらが僕の出身の幼稚園、焼津幼稚園になります。多分僕が行った頃とほぼほぼ変わってないんじゃないかなという外観です ね。今どれぐらい子供さんっていらっしゃるんでしょうか。少子化でちょっと少なくなってるのかもしれないですけども、元気に育っておくれ。本当はいつか昔行ってた駄菓子屋さんとかそういうお店とかもね紹介したいのは山々なんですけども、結構もう僕が子供の頃あったお店とかなくなったりしてるのが多くて時の流れを感じます。
ベロチャンネル。両サイド車運転する方に挟まれて、ね、しかも今お寺でね煩悩をかき消してきたはずなのにお酒飲みます。いただきます。あ、歩いたからうめえ、マジで、ね、汗かいたから、ね、間違いない、最高です。あれ、ここ藤枝ですけどどうしていらっしゃるんですか。エスパーも応援しに来ましたけど、しかも紫芋フラペが、ね、藤枝飲んでやると、やっと紫を試す時が来たと思います、はい、いいのかな一応飲もうっていうことね、紫を飲もうってことで今日は。でもせっかくならね、藤枝サポさんにも飲んでいただけたら、宣伝します。確かにちょっと紫の商品が少ないって僕ら伺ってたんで、なるほど、そのね、叫んできましょう、美味しいよって、紫だってよってあるよ。昨日あのアスティで静岡 の、 あの、はい、パルちゃんとベルティ君が、はい、まだ乗ってなかったやつだ、イモパートナーなのに、あ、イモジェンヌっていうユニフォームが実はあるんですか。あって、それ着てないじゃん。でもあのベルティ君本人にあのイモジェンヌさんお願いしますって言っといたんで、何様だって感じなんですけど、リベロ何目線だって感じなんですけど、ベルティ君に個人契約してるような感じなんで、ベルテックス全体というよりかはベルティ君みたいな。じゃあね、着てないとダメですよね。事情があるのかなと。なんかもう出店の日とかは決まってはいるんですか、開幕の日とかは。開幕はちょっと僕ら出れないんですけど、はい、次の週、準週は一応出るつもりで動いてはいるんで、はい、エスパさんの被る日はエスパさんの方行くんで、ありがとうございます。一応なんか人がそうなんですよね、そんなに僕らも従業員いるわけじゃないんで、やってくださいね。あの、ただ働きしますんで。3つです。はい、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。紫の商品があります。でもこれさ、あれだよね、あゆちゃんが飲んでんならいいけどさ、おっさんが3人で飲んでて確かに生かしきれてないですね、この素材を。ちょっとあゆさんに宣伝してくださいって、一杯ご馳走するんで宣伝してくださいって言いたいぐらい。いいと思う。小僧なんて呼んだら、小僧って呼んだらいいですかね。小僧小僧で大丈夫。すごい、写真で見るより可愛い。会えた。撮れ。完全にホームジャックであります。レオ
ぶつかれThank you.
リベロチャンネル。お疲れ様でした。いやいや本当に今日はもうただただ藤枝が強かった印象しかなかったです、ね、実際藤枝ね前回対戦で 5-0 で打ちかかってその雪辱に燃えてた面もあっただろうし、ね、対策も本当に前に進めてもらえなかったというか全部足元になっちゃいましたし、ね、ミスからの失点もありましたけども本当にそれを取り返しに行ってほしかった。まあね、もう終わったこと言ってもしょうがないんですけども本当に次に向けてさっき試合終了後に叫んだことが全てです。きつ本当ね、もう次の試合でこんな試合を見せられたらまた部員をしてしまうかもしれないので、ちょっともう今日は本当にどんな状況でも前向きな言葉をっていうのは自分で決めていたんで以上です。藤枝総合多分来たのが7年ぶり8年ぶり9年ぶりかなり前なんですけど、すごい見やすくなってたというか前メインの方で見たと思うんですけども、まあね、回収中なんで次来るときは、ね、J1で来ますんで J1 で待ってます。そうさっきねあの藤枝のユースの子からあの写真撮ってくれって言われて一緒に写真を撮ったんですけども、本当に藤枝いいチームだったんで今日のチームに上がれるような選手に育っていってほしいと思います。何目線だって感じなんですけども本当に、ね、頑張ってほしいと思います。同じ静岡人としてこれ見てるか分かんないんですけども頑張ってください。よし、ちょっとねなんとかあの他の方にいわきのチケットも手伝っていただきまして見に行けることになりました。今のところ残り5試合しかないですけども本当に一戦一戦大切に我々も気持ちを込めて応援していますので応援しますので、選手も本当に一戦一戦もうね命を懸けていると思うんですけども、プラスアルファ、ね、冷静になるところは冷静になってしっかりこなしていっていただけたらいいなと思います。それではもうこれ以上やると愚痴とか出てきちゃいそうなんでこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしちょっとでもいいなと思ってくださったら高評価ボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。では、また次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネルリベロがお送りいたしました。声を直します。ダービーまでに声を直します。万全の状態で奴らをぶっ潰します。お願いします。アリスさん負けちゃったよ負けちゃったよアリスさん慰めてよ